こんばんは、鈴木です。今回はフェスの人口比について紹介していこうと思います。まあ、フェス、まあ、今まで11回あったんですけど、そのうち少数派が勝ったのが7回、多数派が勝ったのが4回。なので、まあ、少数派に入りたいという人もいるんじゃないのかなということで、僕ね、フレンドが300人いるんで、まあ、その中の、まあ、どっちに属してるかというのを、まあ、ちょっとね、紹介すると、まあ、結構ね、角度の高い、どっちが多いか情報っていうのをね、知れるんじゃないかなというところですね。まあ、ちなみに少数派が勝率高いだけじゃなくて、マッチングもね、ちょっと早くなってるんで、まあ、そういう意味でも、まあ、少数派に入りたいという人がいるんじゃないかなと思いますね。で、今回、まあ、マイメモロディと、まあ、ポンポンプリンと戦いですね。というわけで、人口比を調べるために使うのは、こちらの任天堂のスマホアプリ、イカリング2ですね。まあ、こちらもデデデンデデンって下に行くと、まあ、こちらのフェスがあって、まあ、陣営をチェックしようというのがありますね。というわけで押してみましょう。はい。じゃあ行きましょう。で、フレンドの陣営チェック。さあ、マイメロディーチーム34。に対して、ポンポンプリンチーム44。34対44ということで、まあ、ポンポンプリンチームの方がちょっと多いという感じですね。ちょっとね、投票者がね、僕フレンド300人ぐらいいるんですけど、ちょっと78人ぐらいしかいないんで、若干参加率低いんですけど、まあ、これ多分ね、スプラ2をちょっとね、やってる人が若干最近減ってるっていうことも、まあ影響してるとは思うんですけど、まあ、だいたい比率で言うと、ポンポンプリチームが6に対して、マイメロディーチームが4みたいな感じですね。ということで、もし、少数派に入りたいという方は、まあ、マイメロディーチームに入ると、ちょっと確率が高いんじゃないかなということでですね。ただね、最近なんか少数派狙って、そのフェスが始まった後にそっちに入る人っていうのが増えてきてるんでね。まあそういう意味では、この6対4っていうさ、そこまで大きくないんで、もしかすると、まあ五分五分ぐらいに後から、修正されてくるんじゃないかなという感じも ありますね。まあというわけで、僕もこちらの少数派のマイメロディーですね。マイメロディー派に参加するということなので。まあ、僕と一緒にやりたい方はぜひね、マイメロディー派にしていただければというところですね。一応フェスの時、毎回放送するようにしてるんですけど、一応、まあ、始まった瞬間からやることもやってたんですけど、最近ちょっと参加者がちょっと若干減ってきてるんで、まあ、23時から、まあ、やるということになってるんで、ね、明日も土曜の23時ですね、やる感じにするんで、まあ、ぜひね、一緒にやる方はマイメロディーにして、一緒に頑張りましょうということで、来ていただければありがたいです。というわけで今日はこんな、まあ、ちょっとね、小ネタですけど、ぜひまた明日よろしくです。ではでは。